兄弟なんか最低だぜ。どうしたのリーヤ。何をわけのわかんないことを。聞いてくれよ。やだ。あのさ、昨日の晩ご飯の時なんだけどさ。晩ご飯？狼男なんだから晩餌じゃん。昨日の晩ご飯の時なんだけどさ。いただきます。もりもり食べんと足みたいに大きくなれんぞ。はーい。俺おかわり。一番大きな唐揚げで2杯目食べるぞ。さあ食うぞ。じゃあない。俺の唐揚げ取ったの誰だ。ぼんやりしているお前が悪いんだよ。なんだって。おかわり。あっ、味噌汁もらい。もらい。唐揚げ。この野郎。いや、かわいそう。まったく兄弟なんか最低だぜ。そうです、刺客の用意はできたのか。お任せよ。今回は大科学者を用意したでげす。科学者だと？魔界一の天才科学者ホーキングか。すぐに会は無理でげす。そこで今回は努力と根性では魔界一のものを用意したでげす。努力と根性。はい、努力と根性の科学者ニケネコ博士でげす。だが奴も前に敗れたではないか。いえ、日夜ちゃちゃ打倒のため努力と根性で頑張っているでげす。期待していいのだ。ゲスゲス。そうか、しかしまた失敗したら。分かっておるな。そうです。努力、努力、根性、根性。ちゃちゃめ、今に見てるにゃ。資金がたまったら新しいニャンダバを作ってチャチャに復讐してやるにゃ。こらバイト、手を休めるな。進まないにゃ。なんやうるさいにゃ。危ないにゃ。兄貴、俺だよ。お前は弟のトラ猫。久しぶりだにゃ兄貴。話は聞いたぜ。俺も手伝わせてもらうにゃ。本当かにゃ。おう、バリバリだにゃ。トラ猫兄貴。さ、仕事だにゃ。おっす。にゃ、お前は。おっす、三毛猫兄さん、トラ猫兄さん、ご無沙汰しております。お前は弟の黒猫。おっす、自分も話を聞いていても立ってもいられずに駆けつけたでありますにゃ。おっす、自分はミケネコ兄さん応援に来たでありますにゃ。ふわーふわー、ミケネコストレチャッ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 チャ。ありがとうにゃ。私はいい弟と思ったにゃ。私もいるにゃ。はぁ、お前は誰にゃ。あるときはバニンガール、またあるときは。横から見るとただいま着替え中でありますにゃ。女ネズミこそ。しかしその実態は。お兄様、私です。マッチュールの少女をしておりました白猫でございますにゃ。見えないにゃ、見えないにゃ。オス、見えないでありますにゃ。これ取るにゃ。オス、お邪魔するにゃ。お前は白猫。話は聞きましたにゃ。私は力仕事はできませんが。三毛猫お兄様のハートに希望の炎を灯すことはできますにゃ。おお、ありがとうにゃ。みんな努力と根性でバリバリだぜ。オスオス。この炎は私たちの希望の炎でございます。あ、焦ったにゃ。よし、必ずチャチャを倒すにゃ。すでに新しいニャンダバーの設計図はできてるにゃ。どれどれ。ほりゃ、素晴らしいにゃ。これであとは資金だけだにゃ。大丈夫にゃ。
だれにゃ。おおっすどいにゃん。金庫みたいだにゃ。誰にゃこんにゃことするのは。タンが絡んだにゃ。うち猫兄さん。おお、資金ならわしに任せるにゃ。3093のメモリーにゃ、よ、転送にゃ。この金はわしが今までに稼いだものにゃ。はい、おしまい。三毛猫、この金を使って復讐を果たすにゃ。いいのかにゃ、ブチ猫兄さん。当たり前だにゃ。我々兄弟の力を今こそ合わせる時にゃ。ミニャン。やろうにゃ、兄貴。みんな、ありがとうにゃ。努力と根性にゃ。ウィッソーやっちゃやっちゃ。よかったですね。兄さん、頑張ろうにゃ。おっすおっす。ウィッソー。まずは、チャチャおびき出し作戦ですにゃ。ふんふん。どうしたの、リーヤ。こりゃ。ふんふん、この匂いはハンバーグかな。うわ。なにこれ。危ねえぞ。変ですよ。オムライスハンバーグ付きだ。おいしそう。なんであんなものがこんなところに。学校の帰り道に何かあるってのいつも誰かの罠だったりするんですよね。チャチャさん気をつけてください。いただきます。ヒゲちゃんも食えばうまいぞこれ。あ、ラーメン、ラーメン。あ、いいやずるい。チャチャさんダメですよ、そんなもの食べちゃ。でもこのフィッシュバーガー美味しいですね。あ、餃子だ。こっちにも。やっぱりこんなもの食べちゃいけないですよ。俺の餃子食っといてよく言うよ。でもここどこ。俺は道に迷わないぜ。あ、暴れ馬。いや、死ねた、死ねよ。我々兄弟のためにご協力ありがとうにゃ。あれ道が分かれてる。どっち行ったらいいのかな。何ですかあれ。カバさん、チャチャさん。カバ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 。なんか様子が変ですよ。ちょっと道を。カバ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 。逃げましょう、チャチャさん。チャチャがこっちへ来た。了解したね、分かったね。バイト料は弾むにゃ。来たね。ここで泣いていれば気がついて立ち止まるにゃ。胸やお腹が痛くなる病気ですよ。どうすれば治るの。薬を飲めば。あ、お願いですにゃ。この先にあるお薬屋で薬をもらってきてくださいにゃ。あっちですにゃ。分かったわ、待っててね。お医者ちゃん。あ、僕も行きます。私たち兄弟の結束の固さを思い知るといいにゃん。誰でしたっけ。あ、化け猫博士だ。おーい、てめえ、よくも俺の魚を。俺が冷てえ思いして取った魚って。因縁深いやつにゃ。いやかましいにゃ。ここへ来るまでいっぱい餌を与えたにゃ。あれ、おじさんのか。そっか。ごちそうさまでした、化け猫博士。魚はチャラでいいぞ。しつこいにゃ。それにわしの名前は三毛猫博士にゃ。まあまあ
三毛猫お兄様、しつこいのお互い様にゃ。あれ、あの女の人、お腹治ったのかな。違ったにゃ、まんまと罠にはまって、あれは嘘だにゃ。嘘？なぜそんな嘘？お前たちに復讐するため、仮病を使っておびき寄せたのにゃ。ここがお前たちの墓場にゃ。しつこいやつだな。お前に言われたくないにゃ。あの後の戦の苦労も悔しさも蝶のため取っておいたにゃ。我ら兄弟の団結の力を見せてやるにゃ。兄弟だ、兄弟なんか最低だぞ。何をわけのわからにゃいこと。努力と根性で復讐にゃ。ファイヤー。あれ、なんだこれ。取れない。いでででででで。それはただのお面じゃないにゃ。努力と根性の人間コントロールお面にゃ。これでお前たちを自由に操れるにゃ。なんだ、何のならやってみろ。にゃ、何言ったな。やりません。やめてください。僕のイメージが。右、左、右、 A ボタン、 A ボタン、 A ボタン。どうだにゃ、私の努力と根性が今一つの実を結ぼうとしているにゃ。兄さん、兄貴、猫クールクール。うわ、何すんだよ。僕じゃない、体が勝手に動くんだ。わけだ。姉ちゃん、俺がやってんじゃないんだ。いやもう激しく動きや。釣りお面が。ミケネコ兄貴、オス。泣いちゃダメよお兄様、私たちには努力と根性の星がついているわ。そうであったにゃ、本気だすにゃ。ミケネンジャー、ミケネンジャー、黒ネンジャー、ホラネンジャー、黒ネンジャー、5人揃ってホラネンジャー。あまりのかっこよさに言葉もないようだにゃ。ガムシーにゃんだわ。これ登場するにゃ。とこの後で合体するんだよ。なるほど。そっか、ね、いかん、わしたち兄弟の力を見せてやるんや。5年後合体。あ、やっぱり合体だ。向こうしてきましょう。最強超無敵機動合体ロボニャンダマーダブルゼット。あ、すげえ。わあ、上手に合体できたね。俺も乗りてえな。私も私も。あの世界一の努力と根性の天才科学者のわしとその兄弟が力を合わせれば、お前たちなんぞひとひねりにゃ、わしの受けた借りは倍にして返してやるんだにゃ。おにゃ、ニャンダマー
ん逃げましょう。本当に本気みたいです。もう怒ったんだから入れよ。ネズミ、あーネズミ。前にも同じことやった気がします。二度と同じ手は食わないにゃ。そうにゃ、わしら兄弟がついてるにゃ。頑張んにゃ。おう、カジさん行きますよ。シーナちゃんリーダーお願い。お願い食わよ。チャチャさんの頼みだからお前を乗せてやるんだからな。あーシーナちゃん、はいよー。この野郎、甘いにゃ。今度のニャンダバはパワーアップしてるにゃ。ソリャコーイング、このボタンを。兄さん、俺が押すにゃ。いいね、私も押す。わしらにゃ、兄弟やいたにゃ。よし、みんなで押すにゃ。ソリャコーイング、根性出すにゃ。通りすがりの一心助けです。私はただの通りすがりの大久保彦左衛門、彦座って呼んでね。あれってセラを。ありがとう、ただの通りすがりの助けさん、彦座さん。我ら兄弟の努力と根性を邪魔させないにゃ。兄弟？うん、我ら兄弟の結束は固いにゃ。なんだ、兄弟だったらそんなに仲いいわけないぜ。なんだと？兄弟だったら晩飯のおかず取り合いしただろ。そんなことないにゃ。そういえば仏猫兄さん、俺の目指し取ったことあったにゃ。何言ってるにゃ、今はそんなこと言ってる場合にゃにゃ。おっ、そういう虎猫兄さんも自分の目指しを。あや、私が虎猫兄さんまで取られましたにゃ。今は揉めてる場合じゃないにゃ。おっと、そうだったにゃ。私たち兄弟の仲を裂くことは何でもできないですにゃ。おっ、そうでありますにゃ。う、美しい兄弟の姿じゃにゃ。みんよ。この匂いは。良い話を聞かせてもらいました。美しい兄弟愛に私からのプレゼントです。まあ何かしら。4度目指しにゃ。目指し、すごいですね。兄弟なんてあんなもんだ。やめるにゃ。私たちは努力と根性の仲良し兄弟じゃなかったにゃ。私たちの仲を裂こうとするこんな目指しにゃんか。なんだよ、もう喧嘩やめた。徹底的にやれ、根性なし。目指しうまい。目指しを、その己、思い許さなきゃ。それで最後にゃ、五人の努力と根性で目にもの見せてやるにゃ。ターゲットスコ、オン。ターゲットマーク。自分たちの力を信じるのです。チャチャを助けたいと思う心を。お人形を見たい。ゴーチつけたにゃ。愛と勇気と希望の名のもとに、マジカルプリンセスホーリーアー。負けないにゃ。ビューティーサラインアワー、マジカルシュー。
まさか目指しで破れるとは思わなかったにゃ。押す。自分はこの次目指しお兄さんに譲るです。黒猫、いや俺の送ってくれにゃ。お前たちにゃ美しい兄弟愛ですわにゃ。今度は根性と努力と愛で戦うにゃ。あ、一番星にゃ。申し訳ありませんでげす、三毛猫博士は愛を研究して。おいおい何も言うな、科学者は研究ばかりだ。他にちゃんとした奴はおらんのか。は、次なる刺客はチャチャの指に対抗しうるやつでげす。体を乗っ取ってたの。そいつの弓矢でいられるとゾンビになっちゃうんだって。